どうも、哲学徒です。今回も、シーズン24、ハードコアの、生存報告というか、撮っていきたいと思います。そうですね、あの後、まあ、GR100 から105ぐらいを周回して、まあ、一応ね、704までレベルは上がったんですけど、まあ、その中で、シリアルがね、まあ、新たに4本出て、でですね、今回私、レベル25で、1個、マンソンのシリアルが出てて、これね、エクスプロシブブラストついてるんで、まあ、これメインにしたいなって感じはしてるんですけど、まあ、いかんせん、こう、攻撃力が10倍近く違っちゃってるんで、まあ、ちょっと使えないかなっていう感じで、今一応ね、ヒュドラーのスキルがついちゃってるマンソンの方をつけてるんですけど、まあ、パッシブにね、残像ついてるんで、まあいいかなと思ってますね。であと、デスウィッシュの方拾ったんで、デスウィッシュの方も家内のキューブに、もう抽出してあるんで、あとは、まあ、エクスプロシブブラストか、デスウィッシュの効果が乗った、シリアルが拾えれば少し更新していけるかなと思います。で、ランキングの方はですね、まあ、まあ、ハードコアってことでそんなにね、人数が多くないのか、まあ、GR115 を、クリアして176位まで来てるので、まあそうですね、まあ、ハードコアで150までいけるか、それまでに寿命は尽きるか、ちょっとまだわかりませんけれども、まあ、なんていうかな。ゆっくり、少しずつ育てていこうかなと思ってます。だいぶね、装備は揃ってきたっていうか、まあ一通り形としては揃ってますけど、まあ今後そうですね、報酬クエスト回してね、クリムゾンの方も作ってきたので、あとは、まあ大ギルド型にするか、あとはね、マンソンを使ってアシュナガールの形にするかっていうのをちょっとね検討しているところですけども、とりあえずね、まあレベルの上げの方はね、メインのシーズンキャラクターと合わせてやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。まあ GR もね少し進んできたら、まあ動画の方にしていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学徒でした。